吉しさん。なんか食べログってあるじゃないですか。私は見たことないんですよ。で、あとアマゾンのレビューってあるじゃないですか。星五つとかね。ああいうのあるじゃないですか。うーん。気持ちはわかるんですけども、ああいうのを見て、買う買わないの判断って、私的にはないかなと思うんですよね。私は自分で考えて、自分で必要だと思って、自分でお金を出そうと思うから、他の人が何人買おうが買わないが、 買ううという選択ですよねみんな買ってるじゃんとかね。いやみんなそんなん買ってないよとか関係ないというね。あの、それでポシャローがどうしようが全然構わないんですよね。むしろそういった購買のスキルですかね。もしくはなんかね、誰かが成功したから、誰かが失敗したから、だから自分はやるやらないではなくて、自分の まさに内側から出たものに対して耳を傾けているというかね。で結局、誰かの影響を受けてやる人って誰かの影響を受けてやらなくなるんですよ。例えば、ネットビジネス塾でもね、いいんですよね。まあ、こういう動画のコーナーですから、ネットビジネス塾にしときましょうか。誰かがうまくいったから、誰かが儲かったから、だから自分もやるという発想でね、始めて、なんか、理想、 的にことが進まなかっったたら今度はねうまくいいてなな人の声を聞きがるんんですよでなんかこのビジネスで詐欺っぽいよねとかね違法性がなんか確認されているとか、ね、今度それを真に受けてこんなこと言ってる人がいるとかねああ自分は変なことやってるんだみたいなねとにかくこれは本当に日本人的というかね、うん、なんかみんなの姿を見て自分の 我が振りを決めるみたいなもう、まあ、どうしようもなく、うん、主体性のないというか、うん、みんなが雨の中傘さしてるから自分をさすみたいな発想になりがちですよだからねなんかこうみんなに合わせるとかねなんかそういう気持ちって分からないでもないんだけどそれしてる限りは同じだぞみたいなことですよね みんなが逃げる方向に自分も逃げるんじゃなくて、うん。大衆は間違うと。多数派っていうのは、まさに多数派なだけであって、みんなで愚かな選択をし続けているから、今こういうふうになっちゃってるんでしょっていうことをね、知らなければならないかなと思うんですよ。もっともっと、独特に、ユニークに、自分的に、代わりの聞かないような人間になっていかないといけないのに、みんなと同じような、 自分になろうとしている姿がそこにあるのかなって思いますよね。やるやる詐欺。確かにね。やりますやりますとか言って、がっかりすることばかりですよ、うん。で、やってる人も、なんかね、その頻度が低いというかね。そのペースで結果出ないんだったら、もっとやらなくちゃってことでしょってことなんですよ。YouTube 始めて、チャンネル登録伸びません。なんか方向性が間違ってるんでしょうか。 ね、質問がありますけども、方向性も何も、方向性がわかるほど、ログが残ってないよ。ね。1日1本か2本の動画更新で、なんとかなるんですかと。それで結果が出ないんだったら、それをもっとね、5倍、10倍、20倍に作業量を増やしていくしかないでしょうと。うん。とにかく一定の量がクリアできなければ、 出動向方向性動向までたどり着かないですよね、うん。それこそ私たちはビジネスのプロになろうとするわけですよ。ネットビジネスのプロにね。じゃあプロ野球の選手が1日3回の素振りでどうやってヒット打つんですか、ね、?1 日に50メートル走ってどうやってね足腰鍛えるんですかとそれやってるよ。やってる。やらないよりはマシというレベルでやっているけど、もはやそれはやらなくても 同じレベルだと言わざるを得ないかなと思います、うん。やらないというふうな言葉は使えないけどもやらないも同然だと、うん、いうことですよね。終わってますね。うん、でもそういう心に火をつけるためにも日々発信しようかと思います。いってらっしゃい。